2017年11月16日、この領域で非常に不思議な現象が発生しました。多くの人が世界のほとんどの地域で見た赤い太陽と赤い空を覚えていることでしょう。これはこれから起こることを予見していたのだと思います。この現象を目の当たりにし、体験された方は多いと思いますが、実際に注意を払った方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。もちろん、当時の主流は大したことはないというものでした。砂漠の塵が太陽を遮ったため、その小さな太陽現象はほとんど誰にも注目されることなく過ぎ去りました。目が見える人や耳が聞こえる人は注意してください。2020年12月25日の電磁波フィールドの解放により、宇宙の異なる全ての惑星が互いに直接接触するため、大気プラズマ放電が発生すると仮定しています。これは地球上の全ての領域で虹のような効果をもたらすことでしょう。雰囲気のあるトワイライトとでも言いましょうか。さらに重要なことは、このオープニングイベントでは技術や手段を持った人々が4つの領域間を物理的に移動することができるようになることです。これは現実の異次元、または内側の宇宙旅行と呼べるかもしれません。もう一つの大きな赤いピルは、 NASA が何度も公然と認めていることです。人類は地球の低軌道やバンアレン帯やドームを越えることができないというものです。しかしこの期間中にようやくそれが可能になると考えています。そしてそれは私たちにとってどういうことかというと、これらの異なる領域はすべてそれぞれの時代を生きています。なぜなら螺旋状の裂け目は中心から始まるので、一つ内側の領域は技術的に私たちの3000年先にあることを意味します。彼らはすでに3000年先の銅の時代を過ごしています。私たちがリセットされたのは彼らの3000年前のことです。つまり7日間の宇宙イベントの間、この内側の領域に入ることができます。あるいは許された人は技術的に3000年先の未来へとタイムトラベルすることになるのです。簡単に言えば、この内側の領域は技術的にも物理的にも精神的にも意識的にも私たちより3000年進んでいるということです。そして未来へのタイムトラベルというコンセプトはここから来ています。そして逆にレムリア人の領域に向かっていくと、私たちから3000年遅れてしまうのです。そのため私たちの領域から彼らの領域に行くことは、3000年前にタイムトラベルすることになります。ではなぜこの世界の支配者は突然宇宙を軍事化する必要があると考えたのでしょうか。そしてなぜ宇宙機関や政府は火星を最初に植民地化すると言っているのでしょうか。少し植民地化の定義を見てみましょう。ある地域の先住民の土地に定住して支配すること、あるいはある場所を自分たちの使用のために占有すること。不思議に思うことがあります。3000年前の金の時代から鉄の時代へ移行する際に、この領域を植民地化した人たちがいます。
いわゆるエリートや王家の血統や家系です。彼らが現在金の時代から転落しようとしているこの外側の領域にも同じことをしようとしているのではないでしょうか。歴史は常に繰り返されるというようにです。それを踏まえてつい最近の出来事を考えてみましょう。2017年12月22日、スペース X 社のファルコンが打ち上げられました。2017年12月22日の日付に注意してください。この打ち上げの中で目撃された異常な現象をどれだけの人が覚えているでしょうか。ファルコン X は何かを突き破ろうとしているように見えました。あるいは外側の電磁フィールドをテストしているのかもしれません。彼らは時間を遡ろうとしていたのかもしれません。おそらく彼らは成功したのでしょう。彼らが火星と呼んでいるレムリア人の領域の植民地化はすでに進行中で、そのため宇宙の軍事化が進んでいます。しかしもし彼らが成功しなかったとしたら、今年と来年の同じ時期にまた同じような試みを見ることになると私は確信しています。ちょっと立ち止まりましょう。この原稿は何ヶ月も前に書かれたものですが、最終的に編集した後にこれを追加しなければなりませんでした。11月中旬から下旬にかけて編集しながらどうなるんだろうと思っていました。 NASA が火星への移住計画を発表しました。クレイジーな異次元の地球タイムトラベルは、荷物をまとめてただそこに行けばいいというものではありません。普遍的な法則や自然法則のように、いつ誰がどこに行くことができるかを決定する多くの考慮するべき状況があることは明らかです。例えば中心部にいる銅や銀の時代の進化した生物は、外から来た鉄の時代の原始的な生物が自分たちの領域に入ってくることを望まないし許さないでしょう。この領域からこの内なる領域へ時間を先取りして旅したい人は、私たちが現在いる場所で精神的、物理的、肉体的に高い周波数で振動する必要があります。多くの聖典はこれを生産の日、審判の日、救世主や死者の再来と呼んでいます。この場合、いわゆるメシアの再臨の出来事だと考えています。とにかくこの領域で高い周波数で振動している人は、時が来ればこの内なる領域に先回りして上がる機会が与えられるでしょう。また古い時代遅れの考え方にしがみついている人たちは、当然古い領域に引き戻されると考えています。この現在の領域で支配者たちが新世界秩序を導入しようと計画しています。しかし私たちの領域のほとんどの人は、このイベントの後もこの領域にとどまります。来るべき新しい移動の時代と新世界秩序の中で学び成長し続けることでしょう。そしてこの新しい時代や秩序がどのようになるのかは誰にも分かりません。しかし私たちが知っているのは、この領域はこのイベントの後現在のようなものにはならないだろうということです。というわけで、最後にこの7日間が過ぎると2021年1
1月1日の元旦に、各領域の電磁フィールドやドームが元に戻ることになります。惑星は再びさまようようになり、自然のサイクルと季節を調整します。こうしてすべての領域がそれぞれの太陽と月の新しい時代を始めることができます。時の歯車は永遠に回り続け、周期と季節を繰り返しながら進んでいきます。もちろん、私たちが提案することが全く馬鹿げたことに思えるかもしれないことは十分わかっています。初めてこのような話を聞いた方は特にです。しかし、私たちは何かを押し付けたり、売りつけたりはしません。宇宙論的な占星術の神話と観測可能な現実を結びつけた研究をしています。この情報を共有するだけです。これは完全に間違っているかもしれないし、少しだけ間違っているかもしれません。もしそうなら、害はなく、人生は続きます。もしかしたら、部分的に正しいかもしれないし、真実に近いかもしれません。もちろん、今この領域で、私たちの集団はこのシフトを行うために、非常に困難な時代を経験しています。しかし、この変化に適応し、意識的に進化している人たちがいます。これがいわゆる意識的な目覚めです。しかし、それ以上に重要なのは、現状を十分に理解することで、これから起こる変化に対応できるようになることです。J.P. モルガンが、お金持ちは占星術を使わないが、億万長者は使うと言ったのは、こういう意味だったんですね。億万長者が使う占星術は、宇宙の星と天の季節を読み取ったり、記録したりする、シンプルな自然科学です。占星術は、アストロロジーと言いますが、アストロは天や星を意味し、ロジーは丸太や記録を意味します。占星術は天の星を読み、記録するものです。古代の聖典にも書かれているように、終末の日のことは、多くの人が正確な日時を知ることができません。しかし、知恵を持ち、星を見ることができる人は、準備できます。天に目を向けて、その兆候を見守ることができます。ということで、最後の質問があります。このすべてが知的に設計されたものなのか、もしそうなら、誰が作ったのでしょうか。私たちとしては、間違いなく神がいると思っています。これまで話してきたことはすべて、間違いなく知的な設計です。大宇宙と小宇宙です。私たちの地球環境、宇宙論、意識エネルギーと宇宙のすべてのシステムと秩序は、ランダムな出来事や進化というにはあまりにも美しく完璧に共生し同期しているのです。一体誰がどこで何を作ったのでしょうか。ここです。まさにこの場所です。そして私たちの周り、私たちの宇宙、その先にあるすべてのものです。私たちはみんな創造主であり、意識的な魂です。すべてのものはエネルギーである。すべてのものは電磁波である。音と振動は波である。すべては神であるから引用しました。結局のところ、神はエネルギーであり、宗教でさえも
神はすべてであると同時に無であると説いています。まさにアルファとオメガ、始まりと終わりです。知的な意識、計り知れない神の源、そして私たち全員が小さなエネルギーの意識体であることを考えると、おそらく私たちはみんなより大きな意識領域の小さな現れなのだと思います。おそらく私たちはみんな同じ神の源からできていて、ただ別々の人生を経験しているのでしょう。神の源を小分けにしたもので多い少ないはありません。宇宙の核連合をするように、私たちは同じ一極の一部であり、宇宙はただ異なる周波数で異なる曲調とオクターブで歌っています。調和したメロディーのバランスを見つけようとしています。そして最終的に個人と集団が調和を見出すとき、私たちはこの宇宙で同じように振動し歌うことになるのです。そして多くの神秘主義者、プル、教師、文化、宗教が私たちは一つであるというのはこのことです。しかし今のところ私たちはそこから極めて遠いところにいます。調和を得るまでには、いわゆる人生の旅路でまだ多くの学びや探求、経験、成長が必要だと思います。この混乱の人生の中でまだ多くの季節があり、役割があり、宇宙的なイベントもあります。結論として、私たちはみんなこの時代この場所に訪れて、さまざまな役割やキャラクターを演じているに過ぎないということです。私たちの中にはさまざまな脚本やプログラム、あるいは晴天に導かれている人がいます。しかし私たちが意識的に目覚め始めると、自分が誰でどこにいてなぜここにいるのかに気づきます。人生の計画が明らかになり始め、何人かは完全に計画を失うことを選択しました。なぜかというと、私たちは自分たちの脚本を書き始め、自分たちのプログラムを作り、自分たちの人生を演出し、できればこの経験の次のステージに進み、調和しながら学び成長していこうと決めたからです。このお話は怖がらせるためにしているのではありません。というのも、結局のところ恐れることも混乱することも動揺することもないのです。あなたがどのようなステージにいるとしても、ありきたりに聞こえるかもしれませんが、真実はいつもあなたを自由にします。あなたが嘘をつかれたとしても、やがて真実を発見します。私たちは個人的集団的な生活の中で、何が起ころうと起こらなかろうと、皆さんと一緒に学び共有し成長することを楽しみにしています。このプレゼンテーションを楽しんでいただき、できる限り広く共有していただけると幸いです。またこのプレゼンテーションを振り返ることで、見る目と聞く耳を持ち、他の人々と分かち合い、真の真実に導くことを支援する人々がいることの証明となればと願っています。ありがとうございました。